お笑いビッグスリーのタモリさん。47年間もトップを走り続けていますが、そのプライベートはベールに包まれたまま。今回は、現在の年収や莫大な資産の行方、陰で支え続けた奥さんや子供がいない理由、グラサンを外さないのはなぜか調べてみたいと思います。笑っていいともが終わって、すでに8年を経った現在もタモリクラブや、ミュージックステーション、ブラタモリなどの人気番組で活躍されているタモリさん。その年収や資産は一体どのくらいなのでしょうか。噂によるとタモリさんのギャラは1本あたり300万円と言われていて、レギュラー番組3本に特番があって、これに本麒麟などの CM の年間契約料が1本で1億8000万円ほどだそうですから、ギャラの総額は6億5000万円あると言われています。これで驚いてはいけません。笑っていいともの全盛期の頃の年収は最大15億円ほどだったといいます。ちなみにいいともだけで稼ぎ出したギャラは単純計算でおよそ150億円にもなります。しかし当のタモリさんはお金に執着がなく、今までギャラで口を出したことがないそうです。次に資産ですが、目黒区八雲の超高級住宅街にある100坪の敷地に建つ豪邸で、地上3階建て完全防音のオーディオルームまで完備されているとか、土地が5億円で総工費は3億円だそうです。地元福岡には森田パーキングという2900万円以上の価値があるコインパーキングを所有していて、静岡県内の別荘は3500万円以上で、約1500万円のヨットと約5000万円のクルーザー、車はメルセデスベンツ G クラスとアルファードだとか。ちなみにタモリさんは船を保有するだけでなく、毎年夏に日本一楽しいレースをテーマにしたタモリカップを開催していたそうです。すでに使い切れないほどの資産があるタモリさん、何に使おうと思っているのでしょうか。実はこれまで奥さんとの時間があまり取れなかったため、妻への恩返しの意味でいいともが終わってからは毎週2人で旅行に出かけているそうです。それにずっとタモリさんには叶えたい夢があって、自分の船で妻と一緒に世界一周するという夢は今も持ち続けているそうです。そんな愛する奥さんですが、全く情報が流れてません。気になったので調べてみると、そもそも奥さんとの馴れ初めは早稲田大学に入学したタモリさんは、大学3年の時に学費未納で末席処分となって、その後地元の福岡に戻って朝日生命で保険営業マンとして勤務していた際に、同僚だった2歳年上の奥様と出会って25歳の頃に結婚したそうです。お名前は春子さんとおっしゃって、1982年にいいともが始まった頃、タモリさんは個人事務所を立ち上げたのですが、そこの社長が奥さんなんだそうです。タモリさんの仕事に合わせて毎朝5時半には起きて支度して、タモリさんに仕事に集中してもらうために金銭管理も全てやっていたそうです。面識のある明石家さんまさんによると、アメリカの女優のフェイダナウェイに似ているそうです。それに一度だけ写真が新聞に掲載されて、1981年の所ジョージさんの結婚式で売借人をされた時の写真が載っていました。涼やかな美人という印象です。これだけの大物の奥様だというのに、見た目は至って普通で、おっとりとして口数も少なく、ブランド物にも無頓着なんだとか。しかし芸能界はあまり好きではないようで、仕事のことを全く話さないのだとか。定職も持たない頃やテレビで活躍するまで陰で支え続けた春子さんに、タモリさんは頭が上がらないそうです。ある日とんでもない事件が起こったそうで、お笑いコンビの岩井川の岩井ジョニオさんが
タモリさんの付き人兼運転手をやってた頃、タモリさんに結婚式の仲人をお願いしに行った時、めでたいということで昼間からお酒を飲み始め、酔っ払った勢いで岩井さんの恋人にちょっかいを出し始めたタモリさんは、あけみちゃん、結婚するの？と甘えて絡み始めたのだそうです。あまりにしつこく絡んだために激怒した恋人が仰天の行動に出たのだとか。なんとタモリさんの鼻に2本指を突っ込み、タモリ、しつけえんだよと呼び捨てにして怒鳴ったそうです。鼻フックを決められたタモリさんは指をスポンと抜くや、何を思ったのか、岩井さんの恋人をリビングの中心の椅子に座らせ、なんとその周りでフラメンコを踊り始めたそうです。するとタモリさんの奥さんが、あれは仲人 OK ってサインとぽつりと冷静に分析したのだそうです。これが噂の鼻フックフラメンコ事件だそうです。いや、普通なら止めに入るところでしょうが、鼻フックすら驚くに値しないとは。奥さんもかなり肝の据わった方ですね。そんなタモリ夫妻には子供がいないのです。なぜなのでしょうか。調べてみると、タモリさんが子供が嫌いだからとも噂されていたことがありますが、自分が子供なので親父になる責任が持てなかった、そういったことがあったそうです。自身の両親が幼い頃に離婚していることが影を落としていたのでしょうか。それにいいともがスタートした当時、タモリさんが37歳、奥様は39歳で、それまでの12年間は福岡と東京の二重生活で、適齢期がちょうどその頃と重なってなかなか向き合う時間が取れなかったということだったのかもしれません。だからタモリさんを支え続け、実母の介護までしていた奥さんが2012年頃体調を崩してしまったことで、いいともに幕を下ろすことを決心したとも言われています。奥さんとの時間は今のタモリさんにとって何より大事なのかもしれませんね。最後にタモリさんのトレードマークのサングラス、外している姿を見たことがありません。何か特別な理由があるのでしょうか。有名な話ですが、実はタモリさんは小学3年生の時、下校途中に電柱のワイヤに顔をぶつけて、針金の結び目が右目に突き刺さり、なんと失明してしまっているのです。それを隠すためだとも言われましたが、実際はそうではありませんでした。その証拠にデビュー時は素顔のままでしたし、しばらくして番組スタッフから顔に特徴がないからということで、アイパッチをするようになって、やがてサングラスをかけてはどうだということになったそうです。それにしてもかけ続ける理由は何だったのでしょう。実はある大物芸能人からの説教が原因だとか。その大物芸能人とは、マチャーキこと坂井正明さん。まだ無名時代に坂井さんに持ちネタを披露したところ、やめて九州に帰れ、テレビ向きじゃない、そうダメ出しされたそうです。その時もサングラスを取らなかったことから、先輩に対して失礼だと坂井さんが注意したら、これが僕の主義なんでとタモリさんが言い返して生意気だとなったそうですが、実は坂井さんはタモリさんのすごい才能を見て潰しにかかっていたのだそうです。それでもサングラスをかけ続けたタモリさん、反骨精神は半端ないものがありますね。だからこそここまでになったのかもしれません。ちなみにタモリさんの座右の銘は適当なのだそうです。だから目標なんか持たないのだとか。なぜなんでしょう。それは目標を持つと達成できないと嫌だし、達成するためにやりたいことを我慢するなんてバカみたいでしょう。人間行き当たりばったりが一番ですよ。これこそタモリさんの真骨頂なのかもしれません。
いかがでしたか？皆さんはどう思いますか？レギュラー番組がことごとく長寿なのも、絶妙のゆるさがあるからなのかもしれません。人間楽しむことも大事なんですね。これからも元気で頑張ってください。陰ながら応援しています。それではまた次回お会いしましょう。